こんにちは、断捨離トレーナーの瀬川ひろこです。はい、こんにちは、断捨離トレーナーの徳田麻子です。ねえひろこさん、ね、今日はまた珍しいコンビですけれどもね。そうですよね。私たちなんと今日、はい、突撃どこに来てますか？ねえ、するんですけれども、うん、どこに来てるんですか？ね、実はですね鳥取県の境港、はい、といえば、境港といえばねえ、ねえ、断捨離の、うん、トップトレーナーの南前とみさんのお宅にやってきました。はい。はい。これからお伺いさせていただきます。はい。では早速、南前邸に、訪問していきたいと思います。はい。トントン。あ、南ちゃんの声がしますよ。では、オープンでーす。はい、こんにちは、いらっしゃいませ。お邪魔します。すごい、すごい賑やかな、ね、かわいい、ね、では今から玄関の方のご紹介を、ね、していきたいと思います。まずですね、水平面に1つ、はい、ね、あ、はい、751の1ですね。いや、本当にね、はい、壁もね、空間ということで、はい、ここらにね、こう物をね、置きたくなるんですよね。マスクとかね、あのラブタバコとかね、何にもない、ね、はい、もう緑がさ、はい、お迎えしてくれて、うん、はい、可愛いです。でね、私以前ね、ここにもお伺いしたことあるんですけれども、うん、はい、ここにね、はい、チェストが ね、ありましたね。はい、うんうん、そういうのもね、やはりね、物をだいぶ厳選されたみたいで、うんうん、はい、もうこのね、下駄箱一つになっていただいたんです、うん、はい、そうですね、ね、うん、もうすっきりしてて、だからここ車椅子ですよ、ね、本当ですね、あのチェストがあったらね、うん、結構通るのが大変だったと思います、ね、もう本当に素晴らしいです、はい、でね、ここにさりげなく、さりげなく、かわいい、この、はい、ちょっと光る、これは竜ですか、ね、はい、みなみちゃんをまさに象徴するような部屋です ね、 ね、はい、はい、では今からリビングの方に、ね、はい、行きたいと思います。はい、今日はですね、みなみちゃんのお宅でアウトプットの会というのが開催されるということで、はい、その講座の前に、ちょっとお伺いしてるんですけれども、アウトプットの会というのはどういった趣旨の会になられるんですか？アウトプットっていうぐらいだから、はい、心の中にあるものをアウトプットしていただきましょうということで、この中にあるものを、断捨離ってものをある意味アウトプットしていくじゃないですか、はい、家からいらないものを出していくと同じように、うん、心の中にもやっぱりいろんなことが溜まっているので、それを言語化して出していく、はい、まあ、みんなでシェアしながら、あ、楽しそうな、ね、出していくっていう、はい、そんな企画です。そうなんですね、はい、もうね、こちらには今日ね、参加される受講生の方がね、いらっしゃいますが、はい、こんにちは、はい、よろしくお願いします。じゃあね、ちょっとみなみちゃんもリフォームしたてのキッチンを、はい、紹介していただきたいなと思います。どうぞ。本当にまだ引っ越ししたてで、何がどこにあるかわかんないんですけど、でもね、車椅子でも何の障害もなくこう通れてる ね、うん、そうですよね、素晴らしいですよ ね、 うね、もう全然障害物全くなしですね。たまたまこういうことになってしまったんですけれど、うん、家の中でこうやって車椅子でも OK っていうのが、前だったら考えられないんですよね。もう絶対無理ですよね。まず今回こうやって改装した時に食器棚をなくしたんですね、うんうん、その食器棚がもしそこにあったら、うん、多分この車椅子は通らなかったな、うん、本当にたまたま。たまたま。いや、でもそれが何かね、こう、引き寄せとか、引き寄せ、なんかこう、潜在主義的なものでね、あらかじめこういうのがね。まあ、これからね、老後に向かっていくわけですから、ね。はい。ちょっとね、キッチンの何か特徴などを教えていただきたいと思います。そうですね、今回は、夫が定年退職をして、うん、はい、家事を、本当、特に料理を担当してくれるようになった。お料理上手なね、旦那様っていう噂聞いてます、はい。夫が料理しやすいように、うん、この高さ。はい、あ、ね、高さ、ね。実は私と30センチの身長が違うんですね。ね、なので、まあ、こう高くしたっていうのと、うん、こっちの、本当はここは物置き台というかね、うん、初期棚の代わりっていう感じだったんですけど、やっぱり換気扇の下で料理ができた方がいいだろうと、はい、かなり高くなったんですね。そうですね。そうですよね。この
高くなったのも理由があって、はい、それこそ前はあの換気扇がもっと下にあったので、ねうんうん、毎回頭を20年経っても毎回あの油断するとぶつけてしまうということで、うん、これをもっと高くしてあげたかったということで、はいうん、全体的に高くなったんで、うん、いよいよもう私はやらなくて、うん、卒業で、ね、高いですもんね、ほとんど届かないですよね。ね、うん、ガラス仕様になってるっていう。好きなのがなくても、うん、食器とか全部ここに。あ、ここの、あの棚に入れてしまって、ね、あんまりこう動線的に、あっちに行ったりこっちに行ったりしなくていいように、片付けが。ここなんで、ね、そうなんだ。綺麗ですよね。美しい。掃除もしやすくて。ガス代も、うん、IH も何も置かない。ね、なかなかね、必要な時にはそこに、うん、もう自由自在人で。本当ですね、変わりますね。うん、あ、なんかここに、美味しそうな、お菓子のおかずが。ちょっとね、今日、はい、今日、7、8人お見えになるので。そんなにいらっしゃるんですね。はい、お菓子をつまみながら、いや美味しそうな、ね。おしゃべりをしようかな、という。いいですね、はい。それで心の中に溜まったものをこう出して、うん、はい。お家もすっきり、心もすっきり、ね、まさに断捨離という。うね、はい、うん。すごいね。緑がね、さりげなくね、もうお花もきれいに、ちっちゃいものね、すごくいいものはね、すごくね、生き生きとしてます ね、 ね。このライトもね、うん、素敵ですね。あ、ほんとだ、すごいおしゃれ。うん。嬉しい。先ほど食器棚を検査させていただいたんですけど、うん、食器が何か多いなっていうのを感じたんですけれども、それは何か作り方ですか？そうなんですよ。あの、うん、我が家はホームパーティーをしたり、うん、人がよく来る家なので、うん、あの本来家族は3人だけなんですけど、うん、誰が来てもすぐに、はい、あの一緒にご飯食べれるようにみたいな感じで、ご主人がね、お料理をされるということで、はい、うん、前からそうだったわけじゃないんですけどね。そうなんですか。そうそう、やっぱり断捨離をして、うん、こう家の中で何がどこにあるとか、うん、料理しやすくなったら、うん、ほんとすごくよくやってくれるようになって、で、もともとあの私はのんびりゆっくり やる人なんだけど、うん、とは、うん、ちゃちゃちゃってすごく早いんですよね、やることが。はい、で、はい、自分の中で段取りをこう考えてて、はい、まあ、下がってやっちゃうので、うん、いつの間にかなんか主婦交代みたいな。旦那さん仕様の必要なんですよ。もう明け渡したという、ね。そうです。では最後にみなみちゃんに質問したいんですけれども、みなみちゃんはどういう家を目指して断捨離を進めてこられたんですか？そうですね。本当にあの断捨離始めた時からずっと夢があって、うん、こう、この家を人でいっぱいにしたいっていうのが、人いっぱいに、ね、あの、はい、おうちカフェっていうのをやりたかったんですよ。はい、はい。それで、ま、人が集まるにはどうしたらいいかっていうのをいつも考えながら断捨離をしていったら、本当に人が集まるようになったんですね。で、本当始まった時に、あの、20個ぐらいのすごくお気に入りのモーニングのコーヒーカップを揃えまして、これを全部使うような、あの、お客さんが来る家になったらいいなって思ってたんですけど、先日ね、本当にそれ、全部使っても足りなかったっていう、イメージ通りに。集まりましたね、たくさんの方が、ね、やっぱりこれからもね、うん、人が集まる家へ行ってみたいなと思うし、まさに今日もね、大、ね、勢の方が集まって、ね、そうなんですよね、ね、そんなね、あの、断捨離したら何もない家っていうイメージがあると思うんですけど、やっぱり自分の生き方としては、ここでたくさんの情報が飛び交って、ここに来てくつろいだり、いろんないい話を聞いて、またやる気になったみたいな。出会いが生まれてますよね。そうですよね。知らない人同士が初対面で、何かいい統合して、何か話が進んでいくっていうことがいっぱい起こってると感じます。なので、本当最初は地元の方だけだったんだけど、今は県外の方とかも来てくださるようになったりして、本当自由に行き来ができるような空間にしていきたいなと。うん、はい、気の交流がね、はい、そうですね、気の交流がね、すごい、すごい、うん、そんな感じがします、はい、今日はどうもありがとう、ありがとうございました。断捨離事務局の LINE にご登録いただくと、片付けベタタイプ別診断テストを受けられます。あなたがどんなタイプかぜひチェックしてみてくださいね。
こちらの LINE からコンテンツやお得な情報もお知らせさせていただきます。ぜひご活用ください。断捨離提唱者、山下秀子公認の断捨離トレーナーがあなたの自宅に行くワンデー断捨離サポート、トレーナーと一緒に実践することでぐっと断捨離が進むでしょう。詳しくは概要欄からご確認ください。書籍家にいるのが好きになる断捨離スッキリ生活を特別価格でご案内させていただいております。この本は Amazon や書店ではお買い求めいただけません。どうぞ下の概要欄からお申し込みください。お待ちしております。 YouTube をご覧くださりありがとうございます。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。そしてさらなるお得の情報はこちらからゲットしてくださいね。